急死した父に代わり、いやおうなしに大規模稲作農家を引き継ぐことになった主人公光。生前に父が引き受けた田んぼはなんと30軒分。米作りの知識も経験もない光は呆然としますが、さまざまな人に助けられ一人奮闘します。それは広大な田んぼと一人の女性との命がけの戦いでした。そんな中、仕事一筋に生きた不器用な父の思いを光は少しずつ理解し始めます。やがて秋の風が黄金に輝く稲穂の草原を渡る頃、想像もしていなかった美しい奇跡が起こるのでした。日本映画史上最もリアルに米作りを描き、美しく水田風景を切り取った米作りエンターテインメントムービー、ご飯。4年の制作期間を経て、いよいよ劇場公開。こんにちは、さくらゆうのです。この映画はイオンシネマ久美山近くに広がる小倉池干拓地で4年かけて撮影されました。とっても楽しい作品になっています。ぜひご覧ください。